どうも、アイチーです。今回はですね、勉強するときの環境、学習環境ってやつですね、について話していきます。で、主に二つのテーマがあって、一つ目がライトの位置です。ライトの位置。で、二つ目が手の位置。手ですね。手の位置。で、この二つについて話していくんですが、普段は中高生メインにね、話してるんですけど、この内容は小学生についても非常に大事なことなので、もしね、保護者の方もたまたま見ていただけてる方がいるんであれば、ぜひ最後までお付き合いください。では一つ目ですね、ライトについてまず話していきます。で、これはよく勉強机で、勉強する方多いと思うんですけど、勉強机にライトがくっついてる、その机にも付属してくっついてる方もいれば、ないんでスタンドライト、ライトね、置き型のライトを買ってきて使ってる方もいたりとか、その付属のね、やつを使わずに部屋の電気だけで、勉強してる方とか、いろんな様々なタイプがあると思うんですけど、そのライトはできれば使った方がいいんですよ。スタンドライト買った方がいいんですけど、何が大事かって、手元がちゃんと明るくなってますかっていうのをすごく大事にしてほしいんです。では今回はちょっと手元を映しながら少し説明をしていきます。まずですね、この机はスタンドライトがない状態なんですが、今前からライトが当たっているので手元が明るく映ってます。で、こういう感じでその手元がね、明るくはっきりした状態でぜひ勉強するようにしてください。で、よくありがちなのは部屋、これがちょっと部屋のその長方形とか部屋だと思ってください。その時に机っていうのは大体壁によりますよね。どこにあるかわかんないけど、壁にこうくっつけた状態で、壁を向いた状態で勉強される方が多いと思います。ただ、部屋の電気だけでやってしまうと、こっちを向いてる時に、大体電気は真ん中にあるので、部屋の中心にあるので、ライトが背中に当たってしまうんですね。で、背中にライト、部屋の電気が遮断された状態で手元が結構暗くなりがちです。で、そうなってしまってる場合は、ぜひ保護者の方にお願いして、スタンドライト、置けるライトをね、ぜひ買ってください。で、そのライト、スタンドライトある状態で、その置く場所も非常に大事で、右利き、自分右利きなんでこっち側に今映ってるんですけど、右利きの方は左側、こっちにスタンドライトを置いてください。左利きの方はこっちです。で、なんでかっていうと、右利き、この状態でスタンドライトを右から、こっちから当ててしまうと、結局この手で、書くところ、手元全体は明るく見えるんですけど、書く場所が暗くなってしまうんです。できる限り全体を明るくしたいので、この、こっち右で書く場合は、こっちから当てるようにしてください。もちろん、場所によって中心から当てた方が明るいとか、それはもう皆さんの好みがあると思うんですけど、できる限り手元が明るくなるような工夫をぜひしてもらえたらと思います。それでは二つ目ですね、手の位置についてこのまま話していきます。で、よくですね、小学校の時に勉強する姿勢とか手の位置を注意されたことがある、そんな記憶がある方もいらっしゃると思うんですね。背筋伸ばせよとか手ちゃんと置けよみたいな。で、これって中学生とか高校生とか学年が上がれば上がるほど言われなくなるんですよね。なぜか。でも、これ中学生だろうが、高校生だろうが、社会人だろうが、大学生だろうがね、社会人だろうが関係なく大事なんです。勉強する時の姿勢っていうのは。で、まず今回と手元から話していくんですけど、よく中高生が勉強してる時に、こうやっても左手をね、右利きの場合、左手も全然フリーで、もう、こうやって右だけでこうやって書く方いらっしゃいますよね。適当にこれ置いてる方もいると思うんですけど。で、そうじゃなくて、できる限り、ここの問題をやってるんだったら、この場所に三角を作ってこう置いてください。三角とか鋭角ですね。これを作って置くんです。こうやって書く。必ず。こうやってやるといい。そうすると、この部分に集中するというか、この部分のことをやってるんだっていうんで、結構頭が集中しやすいんですよね。目がここに行くので。で、もちろんね、これを中高生に話すと、もう毎回こんなね、こんな年になってまでそこまでやりたくねえよと思う方いらっしゃると思うんですよ。で、それはそれでいいです。じゃあ毎回やれとは言わないです。ただ、今日頭になんか入んないなとか、なんか集中できてないな、ぼーっとしてんなって思っちゃってる時ほどやってください、これ。で、ついでにですね、姿勢の部分もちょっと話していくと、さっき言ったように背筋を伸ばせとよく言われますよね。小学校の時よく言われると思うんですけど、これ、背筋を伸ばしてる方が、酸素が入ってきやすいので、頭が活性化するとか、ぼーっとしにくいんですよ。猫背でこうやって勉強してしまうと、酸素が入ってきにくいと言われる。これ本で読んだやつなんですけど、言われているので、できる限り、背筋を伸ばす。で、普段から猫背の方って、やっぱり集中すればすると猫背になっちゃうんですよね。そしたら、はって思った時に伸ばせばいい。こうやって、ピンって。俺もよくやりますけど、猫背なんで元々がね。で、あとはその、ピンとした状態で、
手を置いてこうやってやる。これはもう基本姿勢だと思ってやってください。それを、例えばこんなんでやったりとか、まあ、こんなんでやったりはせずに、どうせやるんだったら、効率よくやりましょう。姿勢とか兼ねて、そこでちょっとね、効果的になるんだったら、と思いますので、ぜひ意識してやってみてください。はい、という感じでね、今回はライトと手の位置、まあ、姿勢についても話しましたけど、今回主にこの二つについて喋らせていただきました。たかがライト、ね、たかが姿勢だと思う方もいるかもしれませんけど、姿勢なんてお金かかんないですからね、ただでできることですし、まあ、スタンドライトはね、ちょっと数千円かかってしまうんですけど、みんな合計したら何十時間何百時間って勉強するんですよ。全部合計してったら。で、それが、この、ほんと大きな変化ではないです。ちょっとした変化ではあるんですけど、その積み重ねで少しずつ勉強効率が上がっていくんだったら、その何百時間分ね、ちょっとずつ効率上げていったら、もう塵も積もればじゃないですけど、大きな違いになっていくので、ぜひ、今自分のね、その、勉強環境、ライトの面、明るさの面での勉強環境と、姿勢とか手の位置どうなってるかなっていうのをちょっと意識して、これから勉強してもらえたらと思います。